ヒカキン TV Everyday YouTube YouTube Broadcast yourself Yeah YouTube YouTube 主役は君だろさ Hey ブンブンハロー YouTube。 どうもヒカキンとセイキンです。いや、 YouTube テーマソングを出してからもう早1年が過ぎ、うん、もうおかげさまで今ね見てみたら4100万再生以上、見ていただいて聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。で、ついにこの日が来たわけですね。来ましたね、ついにね。はーい。なんとこの度 YouTube テーマソングが生まれ変わります。イエーイ。今回ですね、生まれ変わるってことなんですけど、どういうことかと言いますと、はい、なんとですね、今回とある方に YouTube テーマソングをリアレンジしていただくことになりました。はい。リアレンジっていうのは、うん、僕らのボーカルの声はそのままで、うん、そうですね、それ以外全部変わる感じです、うん、そういうことだね。そう、だからドラムも違うし、うん、ピアノも違うし、ギター、そうそうそう、なんだ、全部後ろの音全部変わる感じ。そういうことですね。はい。だから生まれ変わる、うん、そうね、雰囲気は多分ガラッとね、かなり変わるんじゃないかなと思います。で、セイキンさん、はい、誰が生まれ変わらせてくれるんでしたっけ。それがね、これがね、あ、なんと、なんと、あ、なんと、なんと、あの、あの小室哲哉さんにリアレンジしていただきます。うわー、うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。これ夢じゃないのかって話ですよ。あー、そうなんですよ、小室哲哉さんですよやばいよ、あ、いいよね。ねえ、もうなん、あれ何年前だろうね、ずっと前にね、なんか YouTube の歌作りたいねって言ってさ、そうだね、作ったさ、ひょんなことから作ったこの歌が、うん、あの小室哲哉さんにアレンジ、やばいね、していただける、うん、で、なんと、うん、今ですね、小室哲哉さん、うん、ロンドンの方でお仕事をされてるようでらしいですね。もう地球の裏側の方だと、はい、裏側なのかな、それは、それも分かんないけど、まあ、分かんないぐらい遠くですね、はい。小室哲哉さん、 YouTube テーマソングをかっこよくリアレンジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、ここはロンドンで、ロンドン郊外、高級住宅街のスタジオでございますが、今回のこの YouTube のテーマ曲のために来たロンドンという感じなので、頑張りたいと思います。ご期待ください。まあ、でもクラップ入ってる、クラップは後半から入ってる。あ、ほんざクラップ入ってる。21だからね、こっちから、うん、あ、こっちもなる、これか18か。これハモリが入った時だよね、ここで。うん、でもやっぱギター前に持ってきた方がいいね。うん、yourself の you are あたりがサビ前のドラムね。はい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 、サビ前だ。 B メロのね、うん、あと冒頭でさ、うん、ここを切る、切りたいんだよね。タン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 。今日はですね、ついに出来上がった曲、完成した曲を小室さんと一緒にスタジオで聴く日でございます。ついに来たね。そう、この扉の向こうに小室さんがいるんですけど、ちょっと音が聞こえてきてるんですよ、ね、シンセの音が聞こえてきたね緊張するじゃあ行きましょうか、行きましょうか、行きましょうか、行きます、よし、行くぞ。おー、かっこいい、かっこいい。
お疲れ様です。あ、お疲れ様です。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 はい、というわけでこれからあの完成した曲を聴かせていただけるんですけど、はい、実際僕らこう制作してるところを見ていないんですけど、はい、ロンドンでの制作ってどんな感じだったんですか？ロンドンはね、まず寒かったっていうのもあるんですけど、まあ東京も寒かったみたいなんで、はい、あんまり変わらないと思うんですけど、はい、やりとり何回かこう、はい、したじゃない、はい、で、ロンドンってあの東京よりやっぱりロンドンの音っていうか、やっぱりこう、うん、なんだろうな、ロンドンの口では説明できないんですけど、はい、電圧がまず違うみたいな。うわ、知らないね。そういうことですか。すごく音圧があるんだよね。へぇー、知らなかったね。東京で聴いてもらうよりは、なんかこうその場で聴くとこう、もう出来上がってる感じ、音圧感がキック一個でも全然違うんだね。ドンってくるんですね、うん、うわ、じゃあそこの本場で作られたYouTube テーマさん本当に細かい、ね、そう、リクエストもやらせていただいて、うん、はい、なんかでも本当文字通りビルドアップしてったって感じだよね。なんかね、そうですね、はい、最初的に上がりましたっていう感じ、はい、もうすごいやつになって、そのさらに今日完成形初めて聞くんで、カンパケのものドキドキするね。いや、もう本当にドキドキしますねそれじゃあ、カンパケを聞いてみましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。すごいいいとこでダーンってなりましたけどこの続きはですね、うん、なんと、本日から今だけアワで聞けちゃうんですよ。アワっていうあのアプリね。アワのアプリで、はい、はい、なので概要欄からダウンロードできますので、ぜひアワで聞いてください。はい、お願いします。お願いします。というわけで本当に今回ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。最高の曲です。本当に最高の曲だよね。はい、というわけで、うん、完成しました。ついに完成しました。アワで配信ですよ。はい、で、あのせっかくなんで、うん、アワでね、どうすると聞けるのかっていうのを、うん、簡単にお見せしたいと思います。はい、で、ちなみにこれ無料で楽しめるらしいんですよ。そうなんですよ、うん、まずこの動画の概要欄にアワのダウンロードリンクあるので、はい、そこからまずアプリをダウンロード、で、ダウンロードして多分軽いチュートリアルみたいなのを進んでいくと、うん、まあもう好きな曲が聴けるようになるんですね。はい、で、はい、ここが、一応これホームかな、うん、ホーム画面みたいになってね、うん、まあ多分どこでもいいんですけど、右上にこの3本線ありますね、はい、これメニューなんですけど、これを押して、これそうするとサーチって出てくるんだよね、一番上に、うん、そう、このサーチを押して、ここに YouTube テーマソングって入れればもう出てきます。うん、超簡単。 YouTube は英語で、テーマソングはカタカナ。カタカナね。はい、はい、ほらほら、もうほらほら、お検索と押す前にもうこれほら関連してるの、いいね、出てきてる。ほら、かっこいいジャケット。いいジャケットだ。はい、こんな感じで簡単に聴けますので、うん、ぜひぜひアワダウンロードしてみてください。で、あとですね、うん、私ヒカキンのおすすめ曲のプレイリストとかあるんですよ。うん、そう、それはね、まずこれ同じくサーチをして、はい、大文字でヒカキンって入れます。大文字ヒカキン、大文字ヒカキンやな、ヒカキン、うん、そうすると、はい、いろいろこうやって上から出てくるんですけど、はい、これ下の方行くとね、売れたユーザーズって出てくるんですよ。はいはいはい、はい、これで赤いペケついてるやつ、うん、これが僕です。うん、公式、なんか公式アカウントね、偽物みたいなとかいるんですけど公式もこれですこれで、これを押すと、はい、これ
今ね、これヒカキンが好きな小室哲哉さんの曲とかね、ありますけど、これ僕の好きなチョイスとか今後もね、こう入れていくので、ぜひぜひ僕のね、プレイリストもお気に入りとかして、聴いてみてください。はい。で、セイキンさん、はい、このアワーなんか受賞したらしいですね。そうなんですよ。こちらのアワーベストエンターテイメントアプリ部門で大賞を受賞しております。で、今はですね、なんと3000万曲以上あって聴き放題だそうです、うん、多いね。そう、ワンオクロックとか、うん、3代目ジェソーブラザーズとか。おー、ブラザーズ、ブラザーズもあるということですね。あります。なのでね、僕らの今回作った YouTube テーマソング徹夜小室リアレンジ、はい、そして今のね、こう人気のアーティストの楽曲もあるので、ぜひぜひアワーダウンロードして聴いてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。 See you next time.